あなたは聖典ってご存知ですか？まあ、聖典って何ですかっていうと、聖なる書物ですね。キリスト教でいうとバイブルだったり、まあ、例えばイスラム教でいうとコーランだったり、まあ、仏教でいうとお経になるのかな。そういうふうな感じのこう神が書いたとされるね、聖なる書物っていうのがあるんですけども、あなたが今ね、起業してビジネスで成功したいって考えてるんだったら、この聖典を読めってことなんですね。え、どういうことですかってなると思うんですけども、これどういうことかっていうと、様々な宗教にはこの聖典っていうのが存在してますよね。で、ビジネスにおけるこの聖典って一体何なのかっていうとですね、ハイパワーマーケティングっていう本があるんです。これ J. A. ブラハムさんっていう人が書いたんですけども、これ全ての起業家が本当に必ず読まなければならないっていう感じなんですよね。そう。で、僕がね、本当に大好きな仙人さんっていう人いますよね。15年前からね、日本の情報ビジネス業界でコピーライターとしてデビューして、で、15年間で80億円を稼いだ、この、まあ、マーケターの方ですよね。この仙人さんっていうのもですね、人生を変えたきっかけっていうのは、この J. エイブラハムの20ドルのテープを買ったことだって言われているんです。いやー、でね、本当にショックというか、本当にね、もうみんな、僕はびっくりしてしまうんですけども、ビジネスをやるにあたってマーケティングを知らない人が本当に多いんですね。これ本当に意味がわからない。なんかサロン経営して、で、話を聞いてるとマーケティングを全然知らない。で、なんかマーケティングしてますよって本一冊読みましたとか言って話を聞いてみたら全然マーケティングを分かってない。本当にこういう人が多いんですよね。本当に僕はコピーライターとして働いてるので、仕事柄いろんな人の話を聞きます。で、いろんな人にいろんなことを聞くんですけど、例えばあなたのビジネスは一言で言うとどんなものなんですか？どんな問題を解決してくるんですかって聞くんですけど、もうみんな答えられない。答えたとしてもずれている。そんな感じなんですよね。だから本当にこのマーケティングのことを知らずしてビジネスをやろうとしている人が、こんなにも多いんだっていうのがすごくショック。もうビジネスをやるならマーケティングを学べなんですね。このマーケティングを学ばないと本当にまずいことになる。マーケティングを学ばないってどういうことかっていうと、マーケティングを学ばないでビジネスをやるっていうのは一体どういうことかっていうとですね、地図とコンパスなしでですね、海に行ってですね、そのままアメリカ大陸を探すようなですね、そんなぐらいに危険な行為ですね。うん。他にも雪山にもうね、エベレストに浴衣で登るようなもの、装備なしで、他にもその結婚するとに相手の顔も見たこともない初対面のもう街で拾った人といきなり結婚するっていう、そういう風な感じですね。できなくないですけど、高確率で死ぬよってことなんですよ。うん、死ぬよって感じなんですね。だからね、実際に統計を見てもですね、1年以内に8割ぐらいの企業が倒産するのかな。そんな感じでもうほとんど倒産っていうことになってるんですけど、これって単純なことで準備不足なんですね。もちろん資金的なこともありますけども、何よりもこのマーケティングとかその商売をするテンプレートっていうのがあるわけです。その商売のテンプレートの知識っていうのを得てないっていうことがすごく原因だと思います。で、これからね、個人がビジネスをしていってサラリーマン以外の収入を取るっていうのは、正直サラリーマンしてて もう収入を取るっていうのが当たり前になってくると思うんですよ。で、それの要になるのが絶対にこのマーケティングなんです。このマーケティングを知らないとですね、もう本当に、死ぬよって感じなんですよね。同じこと言い過ぎって感じなんですけども、まあ、だからこそマーケティングを学べなんですけども、じゃあ実際どっから手をつけたらいいのかっていうと、もちろん一番いいのはもう仙人さんのね、ジュニアコピーライター養成スクールとか、あれですね、X ブッダとかそういう風な高額の60万円120万円するようなそういったものに参加するのがいいんですけども、ただ いきなり120万円60万円払えないよっていう人はですね、まずこの J. エイブラハムのハイパーマーケティングっていうのを買って読んでほしいんですね。で、難しいとか言葉分かりにくいっていうことあると思うんですけど、それでもとにかく読んで、なんとなくこういうことかなって理解してほしいんですよ。で、あ、これいいなって思ったこととか、あ、こういうことかなって理解したことをやってみる、これを繰り返す。まずはそこからスタートしてほしいんですね。で、このJ. エイブラハムのハイパーマーケティング最低7回は読んでほしいんです。で、残念なお知らせなんですけども、この J. エイブラハムのハイパーマーケティング今絶版で値段が上がってます。ただね、10月26日にですね、新しい役でハイパーマーケティングが再販されてるんですね。で、この再販されたやつももう造反がなかなか決まらない状態みたいで、もう絶滅危惧種になっていて、絶版する可能性が非常に高い。だから今あなたがこれ読んでるんだったら、もうこれ見終わった瞬間にすぐに書店に走ってですね、 J. エイブラハムのハイパーマーケティング取り寄せてくださいってことを言ってですね、本を確保しておかないといけない。でね、知人とか友人に配るために10冊20冊買わないといけないんですね。そう、なんでそんなことしないといけないんですかっていうと、いいものはちゃんと紹介するっていうのがやっぱりセールスの基本になりますし、それをやることによってこの本の進め方っていうのを工夫することによって、あなたっていうのがね、またマーケティング能力、セールス能力、お金を作る能力っていうのが上がるわけです。なので、この J. エイブラハムの本を10冊買って最低7回読んで友達に配る、これですね
これをやるとあなたのマーケティング能力が上がります。なんであなたはビジネスとして成功することができるし、その結果自分の自由を手に入れることができるってことなんですよね。でこのね、本当に自分がいいなと思った範囲、理解できた範囲だけこの J. エイブラハムのハイパーマーケティングを読んで、その中でそう思ったところだけ真似したらいいんですよね。でどんどん実践するとですね、どうなるかっていうと失敗するんです。失敗するんか、おいっていう感じだと思うんですけど、はい、失敗するんです。で、この失敗することによって、その自分の間違いっていうのが見えてくるわけなんですね。ほんの少しのズレでマーケティングってうまくいかなくなるものなので、うん、このね、失敗してですね、それを調整するっていうことがすごい大事。小さく失敗して、素早く小さく失敗して、で、それを調整していくっていうのがマーケティングの世界なんで、もうこれをね、どんどんやっていったら、あなたは間違いなく成功していくってことなんです。で、全てはテストだ。全ては実験だっていうね、そういうふうな言葉があるんですけども、あなたがいいと思ったことがどれぐらいうまくいくのか、答えを教えてくれるのは顧客であり市場なんですね。自分でいくら頭で考えても、理論的に売れるっていうことはありえない。お客さんが、なぜならマーケティングっていうのはあなたがいいと思ってることと関係なくて、お客さんがいいと思うものが正解だからなんですね。だからこそ基本的にあなたがいいなって思ったことをやると失敗するんです。でも必ずその中でいい部分はある。うん、だから少しだけ調整するだけでいいんですね。だから失敗をして調整する、失敗をして調整する、失敗をして調整する、これをやっていくことで、うん、だんだんとね、自分の考えが市場の考え、お客様の考えとマッチしてきてですね、ビシッとね、出す商品が売れるとか、出すコピーが反応取れるっていう状態にね、近づいていくわけです。そう、これがね、商人の道というか、これをやり続けるのが、まあ、ビジネスの道っていうもんだと思うんですよね。まあ、なんでまずは J. エイブラハムのハイパーマーケティングをね、ぜひ買ってください。そしてそれを読み込んでいいなって思ったことをやってみる、うん、で本当にね、このいくら失敗しても大きなのが一発バシンと当たれば、それまでの失敗は全部回収できます。そうで、このハイパーマーケティングっていう本をまず買ってですね、その本を7回以上読んで、これをね、少しやってみて、まあ、10万円でも20万円でも稼いでほしいんです。で、まあ、それが10万円、20万円稼いだらですね、次はそのマーケティングの知識を深めるために、ジュニアコピーライター養成講座とかですね、X ブッダとか、そういった高額な教材に走っていけばいいと思うんですね。うん。そう。まあでもね、そう言ってもね、まず何からすればいいの？そうやっても何がいいのか思いつかないとか、どうやって調整するのさってね、そういうふうないろんなことね、考えていくと思うんですけども、本当にこのまず、ハイパーマーケティングを読むっていうことですね。でこうやっぱりね、マーケティングの全体像とか基本が分かってないと、もう手の出しようがないじゃないですか。でもちろん私はオリジナルでやりますって言って、なんかね、何も考えずにというか、もう自分の考えだけで全部やっていくっていうのもいいなと思いますよ。でもね、おそらくそうやって成功する場合とですね、この聖典ハイパーマーケティングっていうのをしっかり7回以上読み込んで、でそれからその商売のテンプレートをある程度分かってやるのとでは、多分冗談抜きにですね、お金と時間での100倍の差が出ると思いますね。だからあなたが100倍以上のお金と時間と労力をかけたいなって言うんだったら、うん、そのね、自分でオリジナルで自分のやり方でやってみたらいいと思うんですね。で、多くの人が実際にそういうふうにやってます。そして成功する前に資金が枯渇するとか、心が折れるとか、断られすぎてもうなんか鬱になるとかで諦めてバイトに戻っていくんですね。もしくは、何やったらいいか分かんないってことで、そもそも行動しない、うん、そんな感じになっている人がほとんどなんです。だから年収1000万円っていうハードルですら、うん、4% の人しか超えられない、うん、96% の人は超えられないっていうのは、まあ、そういうふうな事情なんですね。だから逆に言うと、この本さえ読み始めれば、あなたは初めて本をまず読み始めることさえすれば、この 4% に入る確率がもう100倍以上になると思います、実際。まあね、感覚値なんて分かんないですけど、まあだから要するに、このマーケティングを知らない、マーケティングの基礎を勉強してないっていうことが、もう本当に一番の、うん、ビジネスで失敗する原因だよっていうことを言いたいんですよね。そうでね、何も考えずにこう、えいやーって飛び込むのがうまくいく場合もあるし、うまくいきそうなこともあるんですけども、でもやっぱりこういろんな話を聞いてきて、明らかに準備不足で失敗する人の方が多いんですね。でその結果、本当に月50万すら稼げずバイトに戻る人本当多いんですよ。だから本当にお願いだから、もうマーケティングを勉強してください。でね、僕がね、マーケティングでね、もう負けってずっと言ってるんですけども、それでも多くの人は勉強しないですね。もう仙人さんも、こうマジでマーケティングっていうのが人生を変えてくれるんだよって、お金の状態を全く変えてくれるんだよってことを、言うんだけど、これ本気で信じる人って本当少ないんですよねってことを仙人さんも言うんですね。X ブタの第3ステージの期末セミナーのことの時にね、おっしゃってたんですよ。まあ、いや、知らんしって感じだと思うんですけど。で、僕もね、このマーケティングを学ぶことでね、人生が本当に大きく変わったので、マジでおすすめなんですね。
僕自身数年前まで本当にビジネスをね、あの親のビジネスを引き継いだ、もうただの何も知らない雑魚だったんですよ。でその中でジェームスキナーに出会ってね、なんか自分のミッションはこれだとか言ってすごくもう燃え上がって、マインドができたかどうか分かんないですけど、そういう風に燃え上がったんですけど、まあうまくいかない、実際にそれがお金にならなかった時代っていうのがすごく長かったんです。そこでジェイに出会ってマーケティングを学んだり、仙人さんに出会ってマーケティングを、その学んだマーケティングの全体像を深めていって、そして実験と調整を繰り返して、本当今では好きな時に好きな場所で好きな仕事をしながら生きていけてるんですね。であなたが自分らしくね、本当に自分の好きなことで仕事したいと思うんだったら、まずはマーケティングを勉強してください。で僕は本当に自己啓発とかスピリチュアルが大好きで、なんかこう願えば叶うとかね、あのそういうふうな思いを本当に持っているんですけど、心のことを勉強したり瞑想したりするのも本当に大好き、まあ、そうやってね心の側面を磨いてきました。でもね、いつまでたってもやっぱり成果が出ないんです。念ずれば花開くとかね、思考は現実化するとか、思いが引き寄せるってこれ本当なんですけど、やっぱりねこの行動することで今度受け取りの法則っていうのが働くんです。でこの受け取りの法則っていうのを、マスターしないと、あなたはねいつまでたっても、まあ、幸せにはなるけどお金は手に入らないという状態になりますので、ぜひですねこのマーケティングっていうのを勉強してみてください。じゃあね、そのマーケティングどうやって勉強するんですかっていうのは、詳しいことはブログの方にも書いてますので、ブログの方もチェックしてもらって、あとね今日の話が役に立ったなと思ったら、ぜひともですねチャンネル登録をしておいてください。チャンネル登録をしてくれたら、あなたの元に僕のね、この動画がですねいち早く送られて、早く見ることができるので、役に立つかなと思います。はい、ってことで、まあ今日はねそういう風な感じで、もう本のレビューっていうことで、このハイパーマーケティングのレビューだったんですけども、この本当にこのハイパーマーケティングおすすめです。まずは一家に1冊と言わず、一家に3冊ぐらい置いておいてもいいんじゃないかなと思います。僕自身古いバージョンが1冊ありますし、新しいバージョンは3冊もすでに購入しております。でこのね、3冊のうち2冊をですねまたどっかでプレゼントしようと思うので、僕の動画を見逃さないようにしておいてほしいんですよね。いつプレゼントするか気分次第なんで、よろしくお願いしますっていうことで、またね次回はマーケティングとスピリチュアル、本当にスピリチュアルやってる人っていい人が多いんです。でそのいい人がこのマーケティングを学んで、しっかりと市場に出ていかないと詐欺師とかが勝つんですね。で本当にあなたがもし本当にスピリチュアル好きで人がいいと自分で思うんだったら、マーケティングを学んで多くの人にあなたの価値を伝えてほしいなって思います。はい、ってことでちょっと積極臭くなってしまったんですけども、今日はこんなところで終わりたいと思います。それじゃあまた会いましょう。バイチャー。